こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マルターズウィッシュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。キャプテンフォルテ前に行きそうです。カワッチトリビュート、それに続いています。さらにはマルターズウィッシュ、9番プレミアムベッド、その後ろウィンドシャープ、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から先手を取ったのはポシブリーパーフェクト、その外にセカンドフロンティア、さらにはサンライトフローリップ並んで、12番グリークロンドン、ピンクの帽子カワッチトリビュート、いい位置につけました。すぐ後ろにハッピーミネルヴァ並んで、9番プレミアムベッド、シルキーコンフィデンス、この馬もこのグループ、リンドナイトすぐ後ろ並んで、4番カレス、最後方にウィンドシャープ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はセカンドフロンティア、2番手はポシブリーパーフェクト、シルキーコンフィデンス、3番手カワッチトリビュート、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。セカンドフロンティア先頭、差はほとんどない。2番手はポシブリーパーフェクト、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はポシブリーパーフェクト、残り 100m、 ポシブリーパーフェクト先頭、マルターズウィッシュ追いすがります。ポシブリーパーフェクト、ポシブリーパーフェクト1着、2着にはどうやらマルターズウィッシュ、勝ったのはポシブリーパーフェクト、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。キラーマックス、これは好スタート。イタリアンプレイ、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りイタリアンプレイ、先頭を伺います。キラーマックス競りかけていきました。さらにはサクラローレル、13番ミュージックシンデレラ、その後ろミスティーハッピー、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはイタリアンプレイ、その外にミュージックシンデレラ、その外からキラーマックス、内からはヴィンテージクロップ、並んで11番ストラテジックチョイス。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミュージックシンデレラ、すぐ後ろにイタリアンプレイ、さらにはデア&ゴー、その外にキラーマックス、緑の帽子ストラテジックチョイス、その後ろすぐ隣にノースウォード、その横にヴィンテージクロップ、スパイフォルム、この馬もこのグループ、サクラローレル、この位置です。並んで4番マーケットブースター、クワイエットベルベール、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアラビアエリート。さあ先頭はまだ、13番ミュージックシンデレラ、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。イタリアンプレイ、ミュージックシンデレラ2番手に控えました。イタリアンプレイ先頭、差はほとんどない。2番手はキラーマックス、追いすがる。さあサクラローレル一気に来た。ここで先頭変わりました。先頭はヴィンテージクロップ、サクラローレル先頭、2番手はヴィンテージクロップ、サクラローレル先頭、ヴィンテージクロップ追いすがります。サクラローレル、サクラローレル1着、2着にはどうやらヴィンテージクロップ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。サクラローレル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。ボーンウルフ前に行きそうです。マウントキャップ、それに続いています。さらにはキーオブラック、13番ウィンドワンダー、その後ろクリムゾンチャーリー、どうやら後方からの競馬。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から先手を取ったのはマウントキャップ、キーオブラック、それに続きます。オレンジの帽子ボーンウルフ、その後ろウィンドワンダー、それに続いています。並んで11番ブリリアントインディー、キャッシュランサー、この馬もこのグループ後ろからの競馬になりました。ダンツシアトル、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで5番マッハディレクター、その外からアクティブエミネム、その隣にビアランサー、その外からパールアイリア。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、この辺りで先頭が変わりました。藤山健山まだ粘っています。マウントキャップほとんど差がありません。ボーンウルフ3番手ダンツシアトル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。藤山健山先頭、差はほとんどありません。2番手はマウントキャップ、追いすがります。やはりダンツシアトル先頭だ。あと 200m、 先頭はダンツシアトル。残り 100m、 ダンツシアトル先頭、キーオブラック追いすがります。ダンツシアトル、ダンツシアトル1着、2着にはどうやらキーオブラック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。シャイニングマジック前に行きそうです。クリスマスグローリー、それに続いています。さらにはホールドコンバット、6番ダブルレッド、その後ろ。前に戻りましょう。それでは先頭からシャイニングマジック先手を取りました。その外にイエローリープ、その隣にクリスマスグローリー、その横にダブルレッド、ホールドコンバット。この馬もこのグループ、黄色の帽子トロットサンダー、いい位置につけました。並んで3番シルキーサミット、レジェンドブルース、この馬もこのグループ。すぐ隣にオールチャーリー、内からはウィンドピアリス。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。さあ先頭はまだ9番シャイニングマジック、2番手はシルキーサミット。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シャイニングマジック先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はシルキーサミット、懸命に追いすがります。さあトロットサンダー一気に来た。あと 200m、 トロットサンダー伸びてきた。グリーンチューン頑張れるか。2番手はグリーンチューン、トロットサンダー、この馬で決まりか。トロットサンダー1着、トロットサンダー完勝。トロットサンダー1着、2着はグリーンチューン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はマッハジュピタ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はマジカルアフェア、先頭を捉えるか。先頭はマジカルアフェア、残り 200m、 先頭はマジカルアフェア、先頭はマジカルアフェア。パフェベスト抜けた、マジカルアフェア追いすがります。パフェベスト、パフェベスト1着、2着にはどうやらマジカルアフェア、パフェベスト見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは栄新さんさん、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手は東海ゲート、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはり栄新さんさん先頭だ。栄新さんさん先頭、東海ゲート、栄新さんさん追いすがります。東海ゲート、東海ゲート1着、2着にはどうやら栄新さんさん東海ゲート見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。